見たことのない顔だな。私は巡洋戦艦シャルンホルスト。雑魚。いえ、おもちゃは私のために残しておけ。私はシャルンホルスト級巡洋戦艦シャルンホルストだ。指揮官、私は弱い者いじめが大好きだ。指揮官、今日の哀れな子羊はどこだ？新しい手紙だな。どれ？ひどい？戦争は遊びじゃないんだ。これくらい当然だろ？不器用なやつはスピードを利用しろ。脆いやつは火力を利用しろ。砲術さえ優れていれば空母だって敵ではないさ。任務を完遂することが私たちの強さになる。遠征から帰ってきた？またどこかの商船がひどい目にあったのか？かわいい子羊たちよ、私のおもちゃになってくれ。おとなしく私の的になってくれないか？ねえ、さあ逃げろ。その醜い姿をもっと私に見せろ。今日は楽しかったぞ、子羊たち。子羊の分際で私に逆らうだとありえない。照れたりなんぞはせん。その代わり、後で私に指揮官のことをじっくり見せてもらおうか。このまま強くなったらもっと面白いおもちゃで遊べそうだ。指揮官よ、新しいおもちゃを用意できないならあなた自身がおもちゃになれ。秘書を務めることに何の得もなかったら誰がやるものか。今度狩りに行くときは指揮官を連れて行っても構わんぞ。最近指揮官がとってもうまそうに見える。いじめたいものだ。私と妹たちのチーム幸福の狩人にもう一人加えようかと考えているのだが、指揮官どうだ？さあ新しい子羊をよこしてもらおう。誕生日ならば今日だけは指揮官を狼の群れに迎え入れてやってもいいぞ。指揮官、善は急げだ。今日から毎晩砲術の練習をしよう。